どうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。はい、今日はトリックルでございますよ。来ました、海賊王への近道。レイリー師匠に修行してもらえるってことでよろしいですか？そう捉えてよろしいですか？私、それでは行きましょう。はい、でまあルーキーっていうことで、まあ難しくないとは思うんだよ。だから逆にそこでね、強いパーティーで行ってもちょっとあれなんで、まあ、せっかくだからね、まあ、ちょっとこのパーティーで行きたいと思います。はい、今回こちらの2年前麦わらの一味パーティーでちょっと挑んでみたいと思います。なんかもうこんなメンツでやることないじゃん。こんなメンツで本当はやりたいじゃん。でもみんなそうじゃん。やっぱ麦わらの一味でドーンって来たいのにできないじゃん。だからこういう時によろしくないじゃん。じゃん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 、うるせえなまあでも多分いけるかな、ちょっとわかんないんだよね。まあルーキーとはなめすぎかな。まあ、とりあえずこれで行ってみて、まあ、要はレイリーにちょっと修行をつけてもらいましょうよっていうパーティーでございます。まあ、いけるかわかんないですけど、これでいけなかったらもうこれ、それだけでやめます。もうその後、もう速攻で最強のザンパで行きます。行きましょう。お願いします。はいはい、何ですか？莫大な経験値が、要は海賊経験値が、獲得できる。手配書はできない。手配書は一度しかくれできない。わかりました。まあ、でもまあ大丈夫じゃない？お願いします。どうしよう、これで負けたら。まあ、いっか、その時その時ですね。もうそしたら、もう容赦なく、もう残敗でいくわ。まあ、それは動画撮りません。それはもう、進んでいくだけだろうから。さあ、行きましょう。うわ、なんかこれ、留守会なの感じなのかい？いや、ちょっとなんか熱い。おー、レイリーダー、ようこそ。やばい。私が君に稽古をつけてやろう。最後まで頑張れば素晴らしい経験値を得られるだろう。やばい。まずは後ろのこいつらをつけてみる。やばい。おー、レイリー。あ、なになんか、コンボがあるじゃん。久しぶりにやってみる？コンボ。どうやってんだっけ、どうやってんだか忘れちゃった、どうやってんだか忘れちゃった、どうやってんだか忘れちゃった。あっ、なんですか、ごめんごめん、長い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 長すぎて押してるのに、あ、余裕でした。忙しい。いやー、レイリー毎回出る、やるじゃないか。何、おっと、海軍が出ました。おー、なんか撃退してみせる、わかりました。攻撃隊が短いでキャラ優先して倒すことを進める。興奮して喋ります私。あ、うん、まあ、早いな早いな、ダメージで攻撃隊が短いで倒せばってことで、なるほど、ダメージで落ちるんだ。何でも分かりました。余裕持って倒せそうな、泣けな、結構しゃべるな。あえて全員で攻撃を仕掛けずに、敵が攻撃ターンを迎える直前まで攻撃を残し、必殺パワーを貯めると、泣けなおい。めっちゃ泣けな、レイ、めっちゃ教えてくれるんだね。要はこれ、あの、その初心者の人向けのあれ、説明がいっぱいある感じですね。なるほどなるほど。まあ、ターンとか貯めずにいいでしょ別にね。あ、全然余裕ですね。さっきなんかいきなりあの連携技みたいなの言っちゃったから、敵がどんぐらい強いのか分かんなかったけど、でも全然大丈夫そうですね。毎回出てくれる、毎回レイリーこうやってくれる。ここで豆知識だ。攻撃をつないでチェーンを重ねると、パーフェクトでプラスレッドする。グレートで 0.1 ずつ、チェーン件数が増えていくのは知っています。知っています。はい。実はさらに、タップタイミングボーナス。何ですかそれ、タッピング。パーフェクトなら約 1.9、グレートなら 1.6、何々、攻撃してるからのダメージ量が跳ね上がるのは。何ですかそれは。よくわからないって、簡単に言うとだな。あ、それそうでしょ。パーフェクトの方が強いってことですよ。それそうですよ。1.9 倍、見てなかった今何。ではこいつらを倒してみせてくれ。わかりました。倒させていただきます。何を言ってたか全然わかりませんでしたけども。私、何言ってたか、レディ先生が何言ってたか全然わかりませんでしたけども。まあ余裕でしょう。まあ余裕でしょう。まああの、HP もね、あの、ゾロがいるおかげで、ゾロにしか倍率かかってないけど。お、何が光ってんの？あ、1、2、3？ せっかくだからやってこうよ、じゃあ。せっかくだからね。と思ったら倒しちゃう。連携はゼロとしたら倒しちゃって。あ、何？おう。何ですか？お、こいつらは進化素材の神と、進化素材のヤドカリとカニだな。知ってます。こいつらは硬い甲羅をまとっているから、波の攻撃が通じないぞ。知っています。思い切り高い攻撃力でダメージを与える。はい、まだ読んでます。ダメージ、よしだ。君はこの甲殻類をどう倒す？普通に倒します。普通に、あ、私はこの連携技で倒します。連携技で倒します。行くぞ！ゴムゴムの三刀流、ゴムゴムの悪魔の重力、ダメダメダメ。長すぎて全然わかんない。長すぎて。長すぎて全然読み切れないんだけど、なんて書いてあるの、なんて書いてあるか全然読み切れないんだよ。また行くよ。じゃあなんて書いてあるか読み切ろう。次こそちょっと読み切ります。レイリー師匠見てください、この我さしの必殺技、この三刀流ゴムゴムの悪魔じゃディアブル。読めねえや。もう何、あのディアブルをもう悪魔のって読んじゃう時点でもう無理、ダメっす。あ、やべ、食らっちゃうよ。ちょっと食らっちゃうからしっかり倒そう。 OK、結構長いの？あ、12年前だね。うお、ハチだ。やるじゃないか。ハチがいる。私からなってますね。ここで降る。あ、なるほど。あとはもう実戦で腕を磨いてくれ。わかりました。こっから先はこっからの未来を担う。ルーキーたちが相手しく。ルーキー？頑張れよ。ルーキーって何？最悪の世代のルーキーとかってこと？
やばい、ちょっとしっかりいこう。結構強そうだね。あ、いけるかな、いけるかな、大丈夫かな、大丈夫かな、これ大丈夫かな、開けそうだ、なんとか。よかったよかった、大丈夫ですね、大丈夫です。はい、6面さあ、おお、おバギーとアルビだ、先制攻撃、火打ち、やばいやばいやばい、なになに、ゴミカスあ、なに、スペシャルボディ、なになに、どういうこと、あ、結構防御力高い系ってことかな。まあ普通にいけば大丈夫でしょう。あ、全然大丈夫ですね。あ、よかった、このメンツで来てよかった。なんか久しぶりじゃん、こういうさ、無限の一味でこう挑める。あ、余裕余裕、なんかいいね。うわー、ドレーク止まっちゃって、ウルージさん、ウルージ先輩がいる、ドレークがいるじゃん、やばい、すごい、これテンション上がるな。めっちゃ余裕っていうめっちゃ余裕だけど、あ、そうでもない、ウルージさん結構強いよ、ウルージさん結構強い。いや、なんかそっち側にいるの熱いな、なんか誰次、うわー、すごいすごい、なになに、カポネット、カポネット、ちょっとボニー、ボニー、ゼスルちょっと肉、優しい、優しめの人です。いや、これめっちゃ興奮すんな、これはちょっと興奮するな、ほんとに。さあ、でも余裕だ、しかもこのパーティー何気回復1000超えるっていう何、あ、余裕じゃん、めっちゃ余裕だ、よかったよかった、このパーティーでも余裕ですね、よかった、残波動画って。うわアップートアップートホーキス、アパパパパチェックラー、 やばい、なになに、何してくる、あ、お邪魔、お邪魔にしてくる。あ、これいったんだ、ちょっとやばいかな、しっかりいこう。あ、でも全然大丈夫ですね、まあ、倍率がかかってない方が先にいっちゃいましょう。大丈夫でした、大丈夫でした、大丈夫でした。いやー、熱いな。いや、あとキットとか、キットとかキラーとか、キットとキラーかい、キットと、あ、ウェポウェポ、あいこんなにすごい回復してあげるよ、優しい。え、もう全然マックスだけど、1万も回復してくれるいやー、これテンション上がるな、やばい。なんか本当にここシャボンディみたいじゃない、シャボンディに麦わらの一味とかみんなが来てるみたいな。テンション上がるわー、何これ、こんなルーキーでこんなテンション上がると思わなかったうわー、あ、次誰、次誰、うわー、キッドロールリー今消してやってもいいんだ、戦長寿、やばい、やばい、やばくない、別にあのそもそも死体に何にも倍率かかってないから関係ないっていう。うわ、ギアサードじゃん、ローとキッド、やばい。いや、もうちょっとこれ大興奮だな、これちょ、あ、ルイの攻撃食らっちゃうかな、あ、でもいけそうだ、食らわずにいける、食らわずにいけるね。いや、これテンション上がるやん、めちゃくちゃ、何これ。いや、待って、で最後はレイリー師匠ってこと、何ですかこれ、もう一回やりたいんだよもう一回やろうよ、まだ終わってないけど、もう一回やりたいんですけど、あえて負けるあえて負けてもう一回やりたいからやるっていうスタミナ無駄、あ、さあボスですよ、さあボス、レイリー師匠、レイリー師匠は剣持ってる、ははは、やばい、最後私相手でしょ、ちょっと大丈夫、強いのかな、うぅ、名誉の覇気じゃん、名誉の覇気やん、ドーン、やばい、大丈夫か、死なないで、うぅ、すまん、ちょっとリスクで隠していいぞ、そして全部の全員全員ってびっくりした、びっくりした、変な汗かいた今さすがにこのパーティーじゃ無理かって思っちゃって、で回復していいんだよね。あー、でもせっかくだからさざざバンバン使っていこうかね、せっかくだから。いや、でも逆にいっか、逆にさざざ使わず、もうパンパンパンとちょっとここで回復して、まあでも結構余裕あるんじゃないと思うけど、レディッシュ優しいから。あ、全然余裕でした、全然余裕でした、しかもこのパーティーめっちゃ回復する、めっちゃ回復する。ちょっと何、レイリー、レイリー、さすがにもう弱らしたらやばい可能性がある、でも普通に倒そう。余裕でしたね、このパーティーで。もうよかった、このパーティーで行って、なんかよかったわー、なんかよかったわーやりました。いや、なんか分かったね、ルーキーとかの楽しみ方はこういう組みたい、本当にやりたいやつで行くっていう、もう倍率とか気にせず行く、おすすめですやったやった。いや、なんか熱かったな、ルーキーでこんな楽しめると思わなかったな。やりました。で、どんぐらいもらえるのよ、どんぐらいですか、経験値は。経験値どんぐらい、固まっちゃった。あ、どんぐらい、経験値どんぐらい、うっ、何、23000、え、23000と、もうレベル上がっちゃったから、もう一回23000と、もう一回ぐらいの、おお、めっちゃくれるよ、めっちゃくれるよ、13万、え、じゃあ15万ちょいくれるってこと、めっちゃくれるね、素晴らしい、ありがたいね、これよかったよかった、クリアしました、ありがとうございます。で、お宝なしと、その後は別に特に何もなしですね、やりました、ありがとうございます。はい、そんな感じでレイリーの海賊への近道クリアしました、ありがとうございます。いや、てかマジこんなもらえるんだったらスタミナちゃんと削り切ってからやればよかった、それちょっとみんな気をつけて。で、おすすめはもう本当に倍率低くてもいけるから、あの組みたいパーティーで行ってくださいはい、
そんな感じでございました。今日も動画見てくれてありがとう。またいろんな動画上げていくのでまた見てください。はい、それじゃあバイバイ、たかしでした。明日も頑張ろう。バイバイ。いやー、分かってたよ。レイリーが落ちないってことは分かってたけど、ちょっと落ちるんじゃないかって期待しちゃうよねバカバイバイ。いやね、そのチャンネル登録っていうのはさ、やっぱその見てる側が、あ、このチャンネルいいなってそう思った時に初めてそのチャンネル登録ってするものであって、やっぱこの動画出してる側からさ、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いしますって、なんかそう言ってやるのって、なんかやっぱちょっと違うと思うんだよね。で、そうじゃない？で、だからさ、まあそんな僕からね、一つだけ皆さんに言いたいことがあります。チャンネル登録お願いします。で、あのスマホの人はここをタップすればチャンネル登録できますんで、ぜひぜひお願いしますよ。で、パソコンの人はここクリックすればチャンネル登録できますんで、ぜひぜひお願いします。明日も頑張ろう。バイバーイ。